J1 札幌は16日、K リーグ一部の水原から、韓国人 DF パク・ミンギュ28と J3 琉球から MF 白井陽人24を共に完全移籍で獲得したと発表した。パクは背番号3、白井は71に決まった。パクの来日は未定も、白井は同日から札幌、宮ノ沢で行われている練習に参加している。パクはクラブを通じ、 コンサドーレの一員になることができ、とても光栄に思います。私が北海道コンサドーレ札幌というチームを知ったきっかけは、孫ン,ンさん、京都グ器グジュンのおかげです。このような素晴らしいチームメート、そして素晴らしいサポーターの皆様と共にコンサドーレのために戦いましょう、などとコメントした。白井も同様に、初めての札幌で少し不安な気持ちもある反面、楽しみな気持ちでいっぱいです。 自分らしく泥臭く戦いますのでよろしくお願いします。